次の学校は東北ブロック代表宮城県第三女子高等学校です。では皆さんの練習風景ご覧ください。森の都仙台市にある宮城県第三女子高等学校は今年で創立77年を迎える歴史のある学校です。音楽部は学校の中でも最も人気のあるクラブです。部員は115人、なんと全校生徒の10人に1人に当たります。そこ丁寧に歌わないと。第三女子高等学校では普段から合唱曲に限らず演歌やポップスなど幅広いジャンルに取り組んでいます。今ではレパートリーは100曲以上。どんな曲でも115人で歌うと一味も二味も違った魅力が発見できます。音楽室にはいつも大勢で歌う喜びが満ち溢れています。多くなければ絶対大人数用の曲はできませんからね。できるだけ可能性を広げて合唱の可能性を広げたいというのが私のもう根本的に持っている考え方なので、今日この NHK ホールでも歌う楽しさを伝えられる演奏を目指します。それでは宮城県第三女子高等学校の演奏です。まずは課題曲はじめに。指揮は郡金蔵先生です。
宮城県第三女子高等学校の課題曲の演奏。